はい、皆さんこんにちは。水子川太郎のコムテです。はい、今日はですね、こちらダイソーさんの彩りを使いまして新しくね、編み始めております。でもまだね、これね、実験段階で編んでいるので、うまくできるかどうかで、また糸が足りるかどうかっていうのもちょっとね、わかんないんですけれども、まあちょっとね、編みながらお話ししていこうかなと思います。でね、これがうまくいくようだったら、またね、改めて違う糸を使ってね、編み方の説明をしていこうかななんていうふうに思っております。はい、ではね、また今日も雑談にお付き合いくださいませ。昨日今日のニュース見てましたらね、ちょっと気になるのがありました。この糸の名前が彩りの薄紅っていうんですけれど、この紅ね、小林製薬さんの紅麹っていうのが今ね、ちょっと問題になってるらしいですね。紅麹を使って、なんかコレステロールを下げるっていうような健康食品が発売されていたらしいんですけれども、この商品を飲んで腎臓疾患を起こしてですね、入院された方がたくさんあるらしいんですね。でその中の一人が残念ながらね、亡くなられたっていうことで、ちょっとね、痛ましいなと思うんですね。このね、紅麹っていうの、なんだろう、麹って皆さんよく聞きますよね。麹って何だと思われますか？お酒を作る時とかに醸すためのあれって思われる方も多いですよね。そうなんですよね。お酒作る時なんかに醸造するためにね、使う菌なんですね。そう、菌なんですよ。やっぱりね、菌類っていうのは気をつけないと、毒素を出すやつがいてるんですよね。紅麹の中でもシトリニンっていう毒素を出すやつがいてるんですよね。でこのシトリニン類はやっぱり腎臓に影響を及ぼしたりするんですよね。だけどこの小林製薬さんの紅麹っていうのは、遺伝子的にね、シトリニンを生成する遺伝子っていうのを持ってないものを選んで使われていたらしいんですけれども、だけどね、やっぱり菌類っていうのはもう目に見えないほど極小な微細なものじゃないですか。だからどこからね、混じり込むかわからないんですよね、いろんなものが。今回のこの紅麹のコレステロールコントロールする、その商品名忘れましたけれども、このね、商品 の、 製造過程でまた違うね、毒素を出す菌類が混入したっていうことらしいんですね。で今その過程を調査中ということなんですけれども、やっぱりこういうね、コレステロールコントロールするようなものを使いたいって思われる方っていうのは、だから普段からやっぱりコレステロールを気にしていらっしゃったりとか、健康面ね、気をつけていらっしゃったりするような方が多いわけですよね。健康食品と思って使っていらっしゃる、本当に健康な方はいいんですけれども、ちょっとでも今の状態を良くしたいと思っていらっしゃるね、ちょっと体調の良くない方が使ってしまわれると、体にかかる負担っていうのもどんどん大きなものになるかなと思うので、選ぶときね、やっぱり慎重に選んでほしいなっていうふうに思います。麹って言いますとね、私高校時代に生物の授業ね、すごい好きだったんですよね。生物学得意で、でね、受験終わったぐらいの時期に、生物の先生がね、もうちょっと教えることもあんまりないから授業するのもなっていうので、顕微鏡を覗いて、顕微鏡で見えたものをスケッチしなさいっていうね、そういうね、顕微鏡スケッチっていうのをさせられたことがあるんですね。双眼顕微鏡って言いまして、普通顕微鏡って覗くところが一つじゃないですか。それがこう二つあるんですよね。でそれをこう覗き込みまして、画像がちょっと立体的っぽく見えるんですよ。でそれを覗いた絵をね、スケッチしていくわけなんですけれど、そのスケッチも普通にスケッチしていくわけではなくって、点点点点で点描って言うんですけれど、点点点で影をつけたり、光っているところをつけたり、で中の状態スケッチしたりっていうのね、点描で行うんですよね。私実は美術も結構好きだったんですよね。生物学と美術がすごく得意だったんですけれど、あと語学ね、好きだったんですけどね、受験も終わったし、美術的な要素と生物学的な要素が重なってるのもすごい楽しい授業で、もうノリノリでね、点描を行ったんですよ。その時に私に課題として出されたのが麹菌だったんです。麹菌の菌糸がこう張り巡らされてて、その上に胞子のこう丸い
花みたいになっているところがあって、でその胞子の方がパッと開いて胞子が散らばるんですけれども、そのね、あの綺麗な菌糸の花みたいなのを一生懸命ね1時間スケッチし続けて、あ楽しかったと思って提出して、次の時間にねそれを返却されるっていうことがあったんですけれど、返却の時にね先生から表彰していただきまして、こんなにも綺麗な双眼顕微鏡のスケッチ見たことがないとお褒めいただきまして、まあ、ちっちゃいこのぐらいのね表彰状のところに表彰を書いていただきまして、副賞がつきました今度はね彩色色をつけた状態のスケッチをしなさいっていうことで、ロフトで買ってきたっていう色鉛筆をつけてねいただいたんですよでみんなねって言ってましたね。なんか副賞もらえるやったら私ももうちょっと頑張ったのにとか言ってねブーイングが飛んでましたけれども、一応ねみんなに拍手いただきました。っていうかね、私高校3年間でねみんなから拍手いただいたっていうのもそれぐらいしかないんじゃないのって、ちょっとねそれが思い出として残っています。でね、今これ編んでいるところ裏から編んでいるんですけれども、このね2つ輪っかがかかっていますよね。この2つ輪っかのところで増やし目することになってるんですね。でいつも私このパターン使うんですけれど、輪っかと輪っかの間2目あります。普段は増やし目するときに表目を編むときに下から引っ張り上げてねじり目して増やし目するんですけれども、この糸あんまり伸びないので、下から引っ張り上げてくるっていうのがちょっとねしんどそうな感じの糸だったんですね。ですので裏目を編むときにこうやってねねじり目、今から編む糸をこうねじってかけておくんですね。で次を編むんです。でそうすると表から編んだときにもうすでに引っ張り上げたねじり目がここにあるっていう状態で編めるので、そういう風にして編んでいっています。そうでね、健康食品っていうのは本当に健康にいいと思ってみんな使ってますよね。その中でもね、私これはね高校時代の話してたんで、高校時代にも家庭科の先生からね言われたことなんですね。その時のね授業の感じでね、家庭科の先生が、皆さん今高校生でね若くってそろそろねダイエットとかにも興味が出てくる頃だと思います。だけどこの食品は気をつけてください。アスパルテームっていうね人工甘味料ですね。これがダイエット食品、例えば0キロカロリーって書いてるようなやつにね含まれていたりするんですけれども、こういうものはなるべくね使わないようにして、ダイエットするならしてもいいけれども、こういうものはねちょっとね気をつけて避けた方がいいですよっていう風にして授業してくださったんですね。アスパルテーム発がん性が言われてますよね。昔からちょっとね気をつけた方がいいよっていう風に言われていましたけれども、なんか最近アスパルテームの記事ちょっとね読んだんでね思い出しております。ね、私あんまり科学は得意じゃないんですけれどもね、このアスパルテームが使われている食品のね後ろの表示のところを見ますと、エルフェニルアラニン化合物というふうにね書かれていたりするんですよね。でこのフェニルアラニンってなんだって言ったら、タンパク質を構成するアミノ酸のね一種なんですけれども、フェニルアラニンっていうのは脳を活性化させる効果っていうのがね高いらしいんですね。ノルアドレナリンとかドーパミンとかにね変わっていくらしいんです体内で。でそうするとこういうねドーパミンなんていうのはすごくね脳をね活性化させる覚醒させるような働きを持っているわけですね。だから気分が高揚しやすくなる、気分の落ち込みが改善されたりとかね元気が出たりとかするような、そういう働きがあるわけなんですね。これを飲んだらやっぱり元気が出るぞみたいなねそういう飲み物ってありますよね。そういうのには含まれていたりするわけなんですね。フェニルアラニンっていうのが体内に入って分解されるとチロシンっていうね物質になるらしいんですね。でこのチロシンっていうのがさらに分解されるとドーパっていう風になっていくらしいんですね。なのでまあ神経系に働きかけるっていうような側面があるんですけれども、このフェニルアラニンっていうのが体の中に蓄積されるとねどうなるのかっていうとね、精神発達に障害をきたしたりとかするんですね。フェニルアラニンが正常にチロシンに変換されていけば代謝されていくんですけれど、このフェニルアラニンを
チロシンに分解することができなかったらフェニルアラニンが蓄積していきますよね。でそこでちょっと障害が起こってくるんですね、まあ、大量にフェニルアラニンを取ってチロシンに分解されずに溜まっていくと、まあ、精神発達に障害をきたしたりとか、でまたチロシンがね作られなくなっていくと今度は色素が作れなくなってくるんですよね。で髪の毛とか皮膚とかの色が正常に発現しなくなったりするんですよ。で皆さんフェニルケトン尿症って聞いたことないですか？これ高校の生物学で多分ね習うと思うんですけれども、フェニルアラニンをチロシンに分解する酵素っていうのをもともとね生まれつき持っていない病気らしいんですね。フェニルアラニンっていうのが大量に蓄積しますとね、ちょっとなんか変な匂いのするようなおしっこが出るようになるんですね、まあ、この変な匂いのする尿っていうのがフェニルケトンっていうものなんですけれども、普通のねおしっこ臭と違ってちょっとねネズミのおしっこみたいな変な匂いが したりするんですよね。それで判明することが多いんですけれども、なのでね、まあ、新生児期に生まれてすぐにねこのフェニルアラニンをチロシンに分解する酵素を持っていないっていうことが分かったら、母乳をね摂取するのをやめて、でこのフェニルアラニンが含まれていないミルクを与えるっていうことによって知能のね発達そういうものにね影響が出ないようにするっていうような治療がなされたりするんですけれども、母乳にもねフェニルアラニンっていうのは大量に含まれているのでね、これを摂取し続けると体の中に大量にフェニルアラニンが溜まってしまって、でそれが神経系を阻害してしまってね知能の発達を阻害してしまうっていうことが起こってくるんですね。でこのフェニルアラニンをチロシンに変える酵素をもともと持っていない子はフェニルケトン尿症っていうふうにもう病気として難病としてね指定されているんですけれども、先天的にねフェニルアラニンを分解できない子がいるっていうことで生涯にわたってそれをできるだけ避けないといけないわけなんですよね。なのでね食品表示のところにはアスパルテームとかフェニルアラニン化合物みたいなのをね書かないといけないっていう風に法的にね決められてるわけなんですよね。でこのフェニルアラニン自体は普通のね食品野菜とかの中にもね十分いっぱい含まれているものなので完全にね除去するっていうことはなかなか難しいんですけれどもね。でまた人体にとってはなくてはならない物質の一つでもあるので、それ自体が悪いっていうわけではないんですよ。この間読んだやつ、アスパルテームが人体に有害だっていうねやつ読んだんですけれども、発がん性のね IARC っていうのね発がん性の評価っていうのが4段階あるんですよね。で 1,2,A,2,B,3 っていうねこの4段階があるんですけれど、3っていうのは発がん性がないよっていうやつね。で1が人に対して発がん性があるよっていうやつです。4段階あって 1,2,A,2,B,3 ですよね。でこっちの方が発がん性が高いんです。でアスパルテームはここ、下から2番目なんですよね。発がん性がないっていうのが3です。でその次が人に対して発がん性がある可能性があるっていうのが 2B なんですね。アスパルテームここに出ます。で 2A はおそらく人に対して発がん性があるだろうって言われているのが 2A なんですね。1は人に対して発がん性があるよっていう表示になっているので、だからそんなにね、まあ、ある可能性はあるけれどもそんなに言うて心配はないかなっていうぐらいのものなんですけれども、だからといって3ではないのであえてね取る必要もないもし避けれるんだったら避けた方がいいんじゃないのかなぐらいの感じですかね。でまた今の、ね、現代社会で生活していたら完全にねそういうものを遠ざけておくっていうことはもう絶対無理なので至るところにあるのでね、そこまで心配する必要はないんじゃないかなとは思うんですけれども、まあね、高校時代の家庭科の先生のおっしゃってたことを思い出すと、そういうアスパルテームの製品っていうのはね、それを取らないことには糖尿病であるとか他のね生活習慣病であるとかで糖を取りすぎてしまっていて、発がん性のあるものでがんになって死ぬのが早いか糖尿病になって死ぬのが早いかっていうね、どっちが早いんだっていうような状態の人が使うものだから、あえてね健康な状態の
人たちが使う必要はないよ、そっちを選択する必要はないよっていうぐらいのね感覚でおっしゃってました。はい、こんな風になってきました。うまくね前が V ネックになってくれたらいいなと思うんですけれども、うん、さてどうなるでしょうこれねこの後、まあ、あの V ネックのところができてきましたらぐるぐる輪にしてね編んでいこうという風に思っております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。